単位というものがこちら D のの3から D の14製造業でお勤めの方で Excel でサム関数や IF 関数は分かったけど次はどの関数を勉強したらいいだろうカウント IF 関数って聞いたことあるけど具体的にどう使えばいいのかわからないカウント IF 関数って製造現場では具体的にどのような使い方をするのかわからないといったお悩みはないでしょうか この動画ではカウント IF 関数って何製造現場でどう使えばいいの使用する際の注意点はといったことを解説していきます。カウント IF 関数を一言で言うとまるな場合その対象数はいくつといったことに答えてくれる関数です。場合分けを行う IF 関数と対象数を数えるカウント関数が組み合わさった形となります。 例えば、あるリストがあり、行ごとに色が異なっている場合、オレンジ色のものはいくつあるという問いに答えてくれるのが、カウント負関数のイメージです。この動画では具体例として、製品別の担当者名が記入されたリストから、カウント負関数を使って、各担当者がいくつの担当製品を持っているのかを表示してくれる Excel の作成を目指します。はい。まずですね、この左の方。 B の2から D の14までのところに製品別担当者名というところで事前にですねどのアイテムはどの担当者だというところのデータが整理されているとしますそして今ですねこの右の方の担当者ごとに製品の担当数がいくつあるのかということを調べていきたいということになっております 早速なんですけれどもこのセル G3 のところにですね次のように打ち込んでいきます。イコールカウントイフ、カッコ D の3から D の14カンマ F の3でカッコ閉じるエンターと。 そうするとですね、3という数字がセルチーさ3の方に出力されました。はい、カウント IF の関数ですね、こちらはカッコの中に情報を入れる箇所が2つございます。1つは範囲、もう1つは検索条件ということになります。これはですね、範囲の中から 検索条件に該当するセルの個数を数えるという意味になりましてこちらの例で言いますと範囲というものがこちら D の3から D の14の名前が書いているところで検索条件がこの田中というところになりますなので この検索のする範囲の中からですね、田中というのが何個出てくるのかというところで3という数字が出てくるということになります。はい、次にですね、この式を次のように書き換えます。こちら D の D の14っていうところに3の前にまずドルマーク14の前にドルマークを入れてエンターとでその上でですね G 3のところから下にドラッグをすると中村さんですとか佐藤さんのところも数字が出てくるということになります。 注意点なんですけれどももしですねこのカウント IF のカッコの中においてドルマークを入れていない状態でそのままドラッグしてしまいますとどうなるかといいますと例えばこのセル G5 のところで言いますとこの範囲のところですねこちらの方が本来 探したい範囲よりも下にずれていってしまうということになります。こうしますと正しい範囲内にこの検索条件のものが何個あるのかというものが数えられなくなってしまいますのでそこでですねドルマークを使用したということになります。 ドルマークというのは、まあ、絶対参照という意味があるんですけれども、こちらをですね、えー、用いることで、よしするとですね、えー、そのままドラッグしてもお、ちゃんと D の3から D の14の範囲の中で、えー、検索条件を探してくれると。 いうことになりますこの動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします概要欄ではこの動画の内容を pdf でダウンロードできるリンク先を貼っていますので興味のある方はクリックをお願いします今後も製造業で役立つ情報をアップしていきたいと思いますのでよろしくお願いします